ラングラーはカウボーイやロデオライダー向けジーンズで有名なジーンズブランド。リーバイス、リーと並んでアメリカの三大ジーンズブランドの一つでもある。米国の大手シニセアパレル企業 VF コーポレーションが所有。もともとはノースカロライナ州グリーンズボロの作業着メーカーのブルーベル社のウエスタンウェア部門を担う一ブランドであった。ブルーベル社は オーバーオール工場の労働者だった CC ハドソンが1904年に創業したハドソンオーバーオールカンパニーがその前身で事業拡大に伴い1919 19年にブルーベルに社名変更し1943年にラングラーの商標を持つ作業着会社ケイシー・ジョーンズカンパニーを買収して自社ブランドの一つとしたブルーベル社は1986年に アメリカの大手医療企業の VF コーポレーションに買収され消滅している。エドウィンがラングラーのポケットステッチの W の衣装を侵害しているとして訴訟が続いていたが裁判の結果、エドウィンは日本国内に限り W ステッチを継続使用できることとなった。ブランド創設時にはハリウッド西部劇の衣装デザイナーであったロデオ・ベンを登用。 当時作業着でしかなかったジーンズにテーラードカッティングとファッション性をもたらした。蔵に傷をつけないようリベットの突起をなくし、サドルに座った状態で楽なようにまた上を深くしてある。また、ウエスタン独特の大きなバックルが装着しやすいよう、前面のベルトループの幅が広くなっている。オリジナルスタンダードの11メガワットや、ロデオ協会公認の 13MWZ や、 ファッション性を重視したスリムタイプの936などがある。また、20X というファッション性を重視したブランドも立ち上げられている。ジーンズジャケットの 111MJ は、ジョン・レノンが愛用していたことで有名である。日本では1971年10月4日に、ディー・バイスとのライセンス交渉で結立した、バンジャケット、東洋棒、三菱商事らの出資により、 ラングラージャパンを設立し国内向けのライセンス製品を展開した。創立者はバンジャケットの石津健介が若い頃に働いていた中国天津の輸入雑貨用品店大川博之を立ち上げた大川正夫の弟大川照夫である。ラングラージャパンでは石津が1973年にフランスで見た完全漂白のジーンズをヒントに独自商品の アイスウォッシュデニムをリリースした。ラングラージャパンは、ブルーベル社が VF コーポレーションに買収された、数年後の1999年には、VF ジャパンと社名を変更して、営業を継続していたが2000年に解散、現在日本における、ラングラーブランドの商品権利は、エドウィン傘下の D ージャパンが保持している。ブルーベル社は、ラングラーの他に量販流通向けとして、 マーベリックというウエスタンジーンズブランドも展開していた。このブランドは少なくとも1980年代前半までは存在したという、ありがとうございます。